今日はですね、水俣のバラ園に来ました。今年もいろいろ撮っていきたいと思います。被写体を探すっていうより素材を探すって感じで、撮った写真、これをですね、組み合わせてなんか自分の世界作り出していきたいと思います。はい、というわけで今年はね、ちょっと視点を変えて素材として写真を撮りに行って、で持ち帰って、レタッチで多重露光をしました。まだね、ちょっと多重露光が甘いというか、多重露光っぽくない写真に仕上がってしまうので、まあもう多重露光からちょっとかけ離れたようなね、ちょっと写真が出来上がってしまうんですけど、写真が重なって見えるようなですね、エモい写真が作れるように頑張りたいと思います。カメラもね、練習で、レタッチも練習がいるなって思いました。何度も作業を繰り返して、なんか上手に作れるように頑張ります。今度はですね、もみじの多重露光に挑戦します。視点を変えて撮ってきます。もう素材ですね、素材としてですね、材料として持ち帰るという、そういう写真を F 値を変えながら何パターンか撮って、フォトショップでレタッチしていきます。あと何が撮れるかわからないんですけども、とにかくね、行ってみて面白い多重露光、これを作りたいと思います。はい、というわけで今回これで締めたいと思います。はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。